真面目な話から。真面目な話、今年は G1 の優勝を目指します。しますから、ね、目指します。目指します、はい、まあ、ちょっと本当に今年こそはですね、はい、木はもう熟している感じがある。ああ、ありがとうございます。そう言ってもらうと立て足磨いてるんですね。そうですね、立て足磨いて、あとはやっぱり人形上に横もやって、うん、非常に落ち着いた場所になって、まあ大宮直前のやつなんかは、うん、はい、落ち着きすぎなぐらいじゃないけど余裕があるような感じ。いやでも本当体調がいいので落ち着いてレースも見れてると思います。特別何か変わったわけではないですか。そう、特別何も変わってないです。満たされてきたものがこう、そうですね、体に身になって、そうですね、開花したのか、はい、いや本当今のその縦の走りっていうんですか、はい、もちろん横はもともと何やっても器用だったんだよ、はい、うん、これだけ足が良くなれば、うん、そうですね、もうチャンスじゃないかぐらいはないですか。いやでももう一戦一戦の気を引き締めて走るんですよ、うん、まあ、初日は吉田純平さんと一緒ですね。そうですね、もう大中の連携になって、大中の中なんで、うん、はい、もう前橋の F1 で、あのお世話になったんで、はい、今日3連勝、はい、プライベートじゃなくて、プライベートはないですね。まあでも黙って任せて、そうですね、同じように攻めてくれるような感じが、そうですね、先方も一緒なんで、うん、はい、あの G1 初で緊張してますね。これ初めての、あ、吉沢が、あ、吉沢、あ、全然大丈夫でしょ、あのやっちゃうの、天然くんなのそういうとこない、天然くんですか、大丈夫ですか。全然緊張しないと思います。ちょっとあるしたけど、本当ですか。どうしようか、いろいろ見ながら、しっかり、はい、コツコツ立ち上がって、まあ、本当に今年は G1 優勝取りに行きます、ね、目指します。